こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はこちら、思わず二度見した BL タイトル10選。はい、皆様ね、 BL コミックスをこうご購入されるときにはいろんな情報をこうゲットしてから買われると思うんですけど、はい、なんだこのタイトルはみたいな感じでこう興味を引かれて購入ってこともあると思うんですよ。いや、ありますよね面白いもんだったりね。 そんな私たちが今までこう読んできた BL の中でこのタイトルはって思ったものをちょっとそれぞれ5作品ずつ計10作品ちょっと今日は集めてまいりましたので紹介させていただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それではまず綱吉から一作品目の紹介です。こちらです。パンダ先生の変態できたねよくないですか。できたんですね、変態が、はい、もうこちらはですね、お仕事職場でのお話でして、はい、広告代理店で働いている加納さんっていう先輩がいて、その加納さんが新人の柳田くんの教育担当になってっていうところで2人の関係がメインになってくるんですけども、この先輩がね結構振り回されがちでめちゃくちゃ可愛くてですね、この年下と結構年が10歳以上離れてる2人なので共通の話題がなくてちょっと困ってたりもあったんですけど、ある日その柳田くんのデスクに ASMR って書いてあったなんかこうデータっていうかそれを見つけるんですよ。でこれを加納さん先輩はASMR の SM からSM のなんかちょっとエッチな何かだと勘違いしちゃうんですはいはいはい。で後輩の新人くんは SM が好きなんだって勘違いしてっていうちょっと面白いところからね始まってしまうんですけど、その勘違いから始まったのにちょっと後輩のね新人くんがそれをリアルに体験してみますみたいな感じで攻めてきてみたいな感じで、この変態できたねっていうタイトルに、はい、もうなんかまさにぴったりというか、はいはいはい、最初は勘違いから始まった SM っていうキーワードなんですけど、はいはいはい、でタイトルがもうなんか S っぽくないですか。そうですね、できたねっていう呼びかけがもうだからその S っぽい部分、はいはいはい、攻めだとかもちょっと期待してね読んで、こちらは間違いなかった作品です。続いて2作品目はこちらです。P 先生の過剰妄想少年。いやこれもタイトル癖強いですよね、うんうんうん、これちょっと初めてね聞いた時にすごくびっくりして、はい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 、で内容も逆に想像ができないというか、あ、そうですね、思ったんですけど、うんうん、でこちら一応もちろんタイトル通り過剰妄想をする少年が出てきます、はいはいはい、大野くんっていうんですけど、はい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 、学生で、はい、で授業中とかにノットハンドで行けるんですよ、はい、おすごい、はい、授業中とかにいたしてしまったりするっていう、うんうん、でそのノットハンドで行ける理由としては妄想が過剰にできるっていう、まあ、ある意味特技みたいなものがあって、はいはいはい、でも授業中にそんなことしてたらまあバレるというか、そうですね、うん、で同じクラスの人気者の呉島くんにちょっとそれを悟られてしまい、でどん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 呉島くんが結構かまってくるようになってっていう、本来だったら交わらなさそうな2人のね関係がすごい新鮮なんですけども、この過剰妄想の内容もねタイトル通りちょっとすごい期待して読めるのと、なんか作品全体は特別ハイテンションっていうわけではないんですけど、こうじわーってくるなんかこんな学生もののビール読んだことないっていう感じだったので、はい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 、ちょっとこちらもタイトルに惹かれて気になってた方ぜひ読んでみてください。3作品目はこちらです。リーマンラブホ男子会すめし先生の作品です、はい、こちらは会社の先輩と後輩の話なんですが、後輩くん、後ろ木くんがすごく先輩のことが大好きで、こんな先輩にこうアプローチするというか、うんうんうん、攻めるその一環として最近ラブホ男子会流行ってるんですよみたいな知ってますっていう、もうそういうテンションで先輩に聞いちゃって、はいはいはい、で先輩も最近の若者ものの流行りなのかなって言って、あれねみたいな感じで話に乗っちゃってっていう、すごくちょろい先輩のお話です。高、ね、ぶりをしたがゆえのでラブホ男子会なるものがね開催されてゆき、はいはいはい、でラブホ女子会ってあるじゃないですか、お友達同士で泊まって、はい、なんか
料理とかもね、はい、すごい美味しいって聞きますし、うん、あとカラオケなんかもできたりして、はい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 、すごく楽しんだりする場面もこのラブホ男子会ではあるんですよ、はいはいはい、ただ後輩くんが先輩のことを好きっていう気持ちと、はい、あと先輩がめちゃくちゃ無防備で、はいはいはい、ちょっと色気あるっていうところも相まって、はいはいはい、ラブホ男子会だけでは終わらないと言いますかラブホでするあの本当のことがちょっと物語進むにつれてどんどん出てきますので、はいはい、ちょっとそちらも期待して、なんかタイトル通りエッチさはちょっと間違いなかったので、保証ができると、うん、こちらかなり大好きな作品になります、はいはい、4作品目はこちらです、はい、瀬尾セリナ先生のパパだってしたいです。はい、こちらね、総理枠でアニメ化もされていた、ね、通称パパしたなんですけども、はいはいはい、ちょっとこれねタイトルもう私はアニメからね知った身なんですけども、ちょっとあそうなんだってタイトル見て知りました。そ、ね、あそうなんだと思って、うん、そうまずは納得からね入っちゃうんですけども、はいはいはい、あのシングルファザーのこの表紙にいる成瀬さんって言うんですけども、はいはいはい、シングルファザーの家に家政婦バイトとしてやってきたあすみくんがこの成瀬さんのちょっと色気にやられてしまいみたいなところであのタイトル回収がねちゃんとあるんですよ、はいはいはい、あのこの成瀬さんなんか父親だって我慢できない時があるみたいなことを自分での口で言うんですよ。でその言ってる時の色気がやばくて、おそれはやられますよ、はいはいはい、本来バイトで来ててお仕事で関わってる関係とはいえ、あの色気になんかこう勝てるわけがないというか、もう絶対にやられてしまう、なんか人妻感がなぜかあるお父さんなのに、いや、ね、父親っていうのは分かるし、あの、はい、お子さんもねいるんです、はいはい、だけどなんか色気がねダダ漏れている感じが で、ね、はい、でアニメでねスピード感たっぷりに私は見た後にこの単行本を読んだんですけども、うんうん、もうコミックスはコミックスの良さがあって、アニメにはアニメの良さがあってっていう、いろんな楽しみ方ができる作品でもあるので、ちょっとタイトル印象に残っている方いて、まだ読んでないって方がいたらぜひ読んでいただきたいです。最後の作品はこちらです。はい、三ヶ月椿先生のできちゃった男子シリーズです。はい、はい、こちらあの大好きな作品なんですけども今となってはできちゃった男子シリーズってなんか全然こう普通に言えてるんですけども、初めて知った時は衝撃でした、はい、そうできちゃった男子みたいな、なんかこううっかり日常会話の中で言っちゃわないように気をつけないとなってちょっとたまに思うんですけど、はい、やっぱり知らない人からすると結構衝撃だとは思うんですよね。であの内容としてはこう幼馴染のこう翡翠くんと裕次郎くん2人がいて、その2人が翡翠くんのお姉ちゃんの子供の、甥っ子くんがいて、はいはいはい、でその子をこう預かって翡翠くん裕次郎くんのその幼なじみで子供を一人こう育てていくみたいなところから、はいはいはい、だから実際はできちゃったわけではないんですけ ど、はいはい、でももう家族の形っていうのは確実にこう確立されてって、でシリーズも長く続いてるので、そのもう立派な家族になってるし、もう子供のね春日くんもすごく本当の息子のようにというか、はい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 、一緒に暮らしていたりして、でシリーズが続いてるからこそすごい言いたいんですけども、この2人翡翠くんと裕次郎くんがもうあまりにゴールデン喧嘩っぷりすぎて、うん、これを基準にこう私の喧嘩っぷり好きが花開いたというかはいはい、はい、すごい好みなんですけども、なんか個人的にちょっと今思ってるのができちゃった男子ハングリー編なんですけど、はいはいはい、ちょっと進んだ方の話で、あのハングリー編になるとその預かっていた甥っ子くんの春日くんのカップルの方の進展があったりだとか、ちょっと癖強めなお金持ちキャラが出てきたりだとかっていう世界観がね広がっていくからこそめちゃくちゃ楽しめる作品なので、ちょっと一気にシリーズ通して楽しんでいただきたいなと思っております。続いてほぐしみが紹介する1作品目はこちらです。加藤すす先生のアンアンコールが鳴りやまないです。すごいそうです、これね、あの喘ぎ声のところとアンコールがかかってるんですけれどもまああのなんでかと言いますと、この2人ですね、あの
もともとアイドルをやってたんですよ。ただそのもともと所属してたアイドルグループが解散となって、片方のその受けのシュート君の方はもう今サラリーマンをしていて、あのもう一人のこの攻めの千春君はあのただ芸能界には残ってるけど今あの AV 男優みたいなことをしているっていう感じでして、であのこっちの千春君がですねすごいあの紐なんですよ。めちゃめちゃ紐の才能があって、あのこっちのシュート君とあの同棲というか、まあ、同じところに居候みたいな感じであの今住んでるっていう感じなんですけど、あのですごい千春くんアイドル同じアイドルグループだった時代からこっちのシュートくんのあのイケボなこうあのお声にすごいこう惚れ込んでて、あの歌が聴きたいなってところがあったんですけど、まあもうあのアイドルやめてるんで歌ってくれない、じゃあどうしようってなって、あの疲れ切ってるそのシュートくんをこう疲れを癒してあげるよって言って、あのですねちょっとあのエッチな方であの慰めてあげたらめちゃめちゃ美声で会えてくれたっていうところからこのアンアンコールは来てるわけなんですよね。最高ですね。そうです、あの美声すぎてあえぎ声の最後に音符ついてます。音符つくぐらい美声なんですよ。まあアイドル時代のそのなんやかんやとかどうしてその解散してしまったのかをこう深掘っていく中で、あの2人の今の関係だったりとかこれからどうなっていくかっていうところもあのこうしっかり進展していきます。であとそのアンアンコールって言ってるだけあって、まあそのエッチのことをですねすごいそのコンサートのように例えてるんですよ。あのグッズをマイクと置いていろいろやってくれます、この千春くんは。そこもちょっとこうかかってるので、すごいエッチシーンもコンサートのような仕上がりになっていて楽しめるので、ぜひあの注目してみてください。続いて紹介する作品はこちらです。はい、赤色マッシュ先生の最高アナルバスターズです。すごい。あのルはねちょっと伏せ字になってるんですけれども、でこの最高アナルバスターズってまず聞いてなんぞやって多分なると思うんですけど、聞いたことがない。作品の 1話の1ページ目で種明かしがございまして、あのこの最高アナルバスターズというのはですね、この千織くんって言うんですけど、この受けの千織くんが所属しているゲイカルチャーダンスユニットグループのことなんですよ。で5人組ぐらいのこうグループをしていて、あのこうゲイのそういうコンテンツのショーみたいなところで踊ったりとかなんだりとか、こうあの見せるあのお仕事をしてるっていうところで、あのそれを見にたまたま見に行っていたあの攻めのですねノンケのエリートのアキトさんがですね、そのショーを見てちょっとこうだんだん千織くんにこう心動かされていってっていう、彼の人生にもこう転機となっていくっていうストーリーなんですけど、すごいこうなんかやっぱりそのこうショーがあのメインのお話だから、すごいこうきらびやかな感じもあって、展開もすごいドラマチックというか、あの2人のこうエッチシーンもなんかすごい、まあエッチなことしてるんですけど、なんかおしゃれというか、こう海外ドラマ感のようなこうなんか雰囲気もあってすごい素敵で、でアキトさんが結構すごいお人よしのこう気の弱そうなスーツのあのメガネリーマンなんですけど、彼がどんどんこう開花していくところもすごい見れて楽しいので、ぜひぜひあのこちらも最近な感じの表紙も素敵なので、これもぜひぜひちょっとチェックしてみてください。続いて紹介する作品はこちらです。はい、池礼文先生のお父さんは性的コンテンツです。衝撃。そうです、私これ最初聞いた時にそのお父さんは性的コンテンツだから、そのあの親子ものなのかなって思ったんですよ。確かに。なんかそうで、あのお父さんそういうエッチな目で見てしまうのか思ったんですけど違いまして、あのお父さんはすごい俳優をさ、あのこのお父さんっていうのはあの彼にですねこの子供がいて、そのそこから見た目線で言ったあの発言なんですけど、あのこの俳優をしている攻めの甲さんはですね、あのもう色気がすごすぎて、あのこれこんなに色気がすごい俳優じゃこれはもう歩く性的コンテンツじゃないかって世の中的に言われていて、その年のこう流行語ワードにあの選出されるぐらいの性的コンテンツとして世の中に扱われているお父さんを持つあの小学生がいるんですよ。その子の隣人に脚本家、ちょっと今こうなかなかスランプを抱えに入っちゃってるようなあの脚本家のしのすけくんっていうのがいるんですけれども、そのしのすけくんとこのお父さんこうさんの恋愛の話になってますね。で、ただそのこのこうさんはずっとシングルファザーでその子供を育てていて、でその子がすごいなんかめちゃめちゃお坊ちゃん感のある子なんですけど、実は女の子なんですよ。でちょっと彼女がある年齢のところを迎えたら、お父さんはなんか恋愛していいよみたいな時期があって、そこを
こう皮切りにあのそのお父さんであるこのコウさんと脚本家の志の輔くんのこう恋愛が始まっていくっていうところで、なんでそのお父さんじゃないですかやっぱり。ただそのお父さんモードを解除する時があって、そのお父さんモードを解除してどん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 恋愛モードに入っていった時のあのこのコウさんがとてもとても色気もあり、やはりある個性的コンテンツであることが、はい、本気モードになっていく姿がどん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 見れますので、ぜひぜひあの本編でご確認くださいませ。続いてはこちらです。はい、生安先生のもみちぱおっぱぶタイムです。見たことある。すごいですよね、もう衝撃で、あの表紙からも分かる通りこの素晴らしいおっぱい、あの本当におっぱぶが舞台になっていくお話なんですけど、あのちょっとですね、休職中だった受けがあの攻めの手違いによって、あのオッパブで最初ボーイとして働くのかと思ったら、うん、あのオッパブでおっぱいをサービスする側の方で働くことになってしまい、はい、で攻めも本当にそれ知らなかったんですよ、うんうんうん、でそれでごめんごめんって言って、あのでなんかでもVIP席にあの通してもらうのは自分だけにしたからみたいな、なんかこう謎配慮をしてくれて攻めの方が。その攻めとあのVIPルームでそのオッパブをすごい楽しむっていうところで、 でも2人は別に付き合ってるわけじゃないんですよ。で、あのその受けの島くんって言うんですけど、島くん的にはすごい攻めはなんかこうなんていうんですかね、結構陽キャというか、もう誰快活、うんうんうん、なんか明朗快活で誰からも好かれるような、うんうん、竹終わったようなさっぱりした男の子だね。特別の親友になりたいって思いからどん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 暴走して、彼にすごいこうあのおっぱいをサービスしてしまい、エッチなことをたくさんしてしまい、でもなんか自分ってそんな特別に思われてないよ、どうしようって悩んでるみたいな、ちょっと鈍感ちゃんなあの受けが奔走するあの姿が見れて、で2人ともその攻め受けどちらもあのめちゃめちゃ体格がいいので、あの肉感のあるエッチが好きな方はぜひぜひ読まれるといいかなと思います。でこのメインのカップルの2人に加えて、あのもう1カップル入っておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。であのこちらのすごいこう絶対一回聞いたら頭に残るようなこのタイトルなんですけど、うん、こちらの後書きで書かれてたんですけど、この作者の生安先生のご家族がこちらにされたようにして、すごいその後書きでもすごい私は笑ってしまって、すごいな、こんなパンチワードが生まれた瞬間ちょっと気になるなって思いました。最後に紹介する作品はこちらです。はい、おげれつ田中先生のやりちんビッチブはい、ね、これをね出さずして、そうです、もう今回の企画やるってなった時にこれはちょっと外せないだろうということで、あの持ってまいりまして、はい、あのこちらですね、あのピクシブの方でずっと連載があったかなと思うんですけどその当時からあのピクシブの方で見て、ええってなったのすごい覚えてますね。であのあらすじをちょっと簡単に言いますと、あの主人公がですね、あの東京の学校に通ってたところから、ちょっとあの家庭の事情で山奥にあるあの私立のこう全寮制男子校にこう転校してきまして、であのじゃ あの新しいその部活を探して部活に入ろうと思って写真部をガラガラって開けたら、すごいなんかみんなしておもちゃで遊んでてそしたら大丈夫あのこれ写真部でだけど、なやりちんビッチ部っていうだけだからっていう謎説明をされて、やりちんビッチ部にこう入部してしまうところから始まっていくんですけれども、はい、まあ部員がみんなそれぞれのキャラが強烈というか個性豊かで、あの個人的には私あのゆりくんがすごい好きなんですけど面白いですよねなんかでみんな結構いろんなこう破天荒キャラだったりとか面白いところあるんですけれども、あのその中でもこう繊細な心理描写がたくさんあって、あのこのタイトルからは結構ね、そのすごいもうめちゃめちゃギャグなんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、しっかりあの純愛もあったりして、あのすごい素敵なお話となっていて、シリーズもすごく続いてるので、ぜひこれを機会にちょっと読んでみてほしいなと思います。ということで本日は、思わず二度見してしまうような BL タイトルの作品を紹介したんですけれども、いかがでしたでしょうか。面白すぎます。しかも面白いだけじゃないというか、はいはい、なんかタイトル通りのものもあれば、はい、タイトルとちょっとギャップがあってもっと楽しめるものだったりとか、本当に十人十色というか、そうですね、十作とれぞれいろいろあったので、はい、もう怒涛の勢いでちょっと紹介してまいりましたけれども、あのこの他にもたくさんまだまだあのこんなタイトルもあったよっていうのも終わりかと思いますので、ぜひコメント欄にて教えていただけると嬉しいです。本日紹介しました作品は、概要欄にチルチルの作品紹介ページのリンクを貼っておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではバイチルー。